ボヤナ・ラドロビッチは、セルビアのバレーボール選手である。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、ブルシャツ出身。ラドロビッチは、オーケーレッドスターベオグラードのユースチームに入団し、1998年に、プロ選手として、ラドニッキー・ベルグラードと契約し、シーズンプレーした。2001年には、初の外国チームとなるポーランドの BKS ・ビエルスコ・ビューアでプレーした。 2002-03シーズンには PV レッジオエメリアと契約し、セリエ A1 にデビューした。次の2シーズンはアシステルノバーラでプレーし、コッパイタリアやスーパーコッパイタリアで優勝を飾った。フランスで1シーズンプレーした後、2006年にイタリアへ戻り、ビチェンツァに入団し、その後2シーズンはチエリバレーでプレーした。チエリバレーを離脱した後、 ルーマニアのクライオバでプレーし、故国のビズラベルグラードに戻り、さらにオーケーレッドスターベオグラードに移籍して、セルビアリーグの優勝に貢献した。ありがとうございます。